本当さボディータッチ屋さんっていうお店を出してほしいぐらいだよねボディータッチ屋さん,ん何それボディータッチ屋さん女性がボディータッチをしたくなる色気あふれる男の特徴6000、うん、お前さんは女性からボディータッチをされる男でしょうかお前さん好きな人や気になってる人からもしボディータッチをされたらチ嬉しくて内心でこれって脈ありってことなのかな って思ってしまう人多いでしょ。気持ち悪いな、言い方が。女性の中でも、ボディタッチを気軽にできる人、そうでない人、いるかもしれませんけども、うん、例えばボディタッチが気軽にできる女性でも、誰かで構わず、ボディタッチをしてるわけではありません。ボディタッチする対象を選んでると。その通りです。うん、そしてその対象は当然、色気のある男なわけです。色気のある男。タ吉さん。何でしょう。もし、ボディタッチをされる男と、されない男、どちらか選べと言われたら、2024年ナンバーワンの愚問ですね。じゃあ今日この動画を見たら、 今後の人生ボディタッチされまくるとしたら ?20 万払います。なんとこの動画無料です。わー社長。ということで今回はボディタッチをされやすい男性の特徴について。ボディタッチをされやすい男性の特徴。ご紹介していきたいと思います。楽しみです。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。ではまずですね、本題のボディタッチをされやすい男性の特徴をご紹介する前に。前に。ボディタッチをする女性の心理。 からご説明させてください。ボディタッチをする女性の心理。これ、僕たちのね、母校の男子校では、うん、こういうこと習わなかったじゃないですか。習ってない。今日、教えちゃいます。女性の心理を代弁してくれる。女性の代弁です。言い方。ボディタッチをする女性心理、大きく分けて、5つです。五つ。はい。それが、1つ目、思わず触りたくなる。2>, うん、2つ目、異性として興味がある。うん、3つ目、反応を確認するため。4つ目、 男性はボディータッチに弱いと思っている。五、うん、つ目、損得感情、うん。思わず触りたくなる、えー、異性としての興味、反応を確認するため。それと、男性はボディータッチに弱いと思っている。それと損得感情。で、まあ一二三番はまあだいたい想像つくと思うんですけど、ね。まあ,まあ確かに。まあ俺はつかないけどね。四番と五番は少し説明させてもらうと、男性はボディータッチに弱いと思っていると損得感情の方ね。うん、まず四番目のやつね。はい。 男性はボディ弱いと思ってるんですねこれですねよっぽど嫌いな相手からされる以外は基本的に男はボディタッチに弱いだろうと考える女性なんですけど特に大都市に多いです大都市に多い女性の方がはい東京大阪名古屋福岡札幌横浜あと大宮神戸広島その辺に多いですね夜の匂いを感じるところだそんな女性は男性の気を引くために上手にボディタッチを活用しますなるほど 男性にボディタッチをして自分を意識させて味方に引き込もうとしたり、うん、お願い事を聞いてもらったりですねまあ,ありがたい話ですねそして5番目の損得感情なんですけど、ねうん、これはどういうことでしょうこれはですね上司とかお金持ちの男性、うんまあ、つまり自分にとって得のありそうな相手に対して好印象を与えるためにわざとボディタッチをしている女性、まあ、なるほどね餌として利用してるとあざといですがこれに騙されてしまう男性も多いですこれも大都会に多いんですかはい 京都、千葉、仙台、まあ、その辺にいますね。夜の匂いするね。ということで、女性の心理をご理解いただいたところで、本題のボディタッチをされやすい男性の特徴についてご説明させていただきます。ここからメモのご用意ですね。六つあります。六個。ボディタッチをされやすい男性の特徴一つ目は、清潔感が。 ある人出た、清潔感。モテたい男性にとって、おそらく一番重要な漢字三文字ではないでしょうか。ラッシュータン。清潔感。清潔感。清潔感ね。汗臭い人や、汚らしい格好をしてる人に、触りたいと思う女性は一人もいません。そりゃそうだよね。触るなら清潔なものである方がいいに決まっています。決まってます。身なりを整えて、髪型を整えて、柔軟剤の香りがするような男を目指しましょう。歯医者に定期検診に行きましょう。ボディタッチをされやすい男性の特徴二つ目は、合体のいい人。 のいい人、タイのいい男性は男女問わずボディタッチを受けやすいでしょうまあ男でもも触ってみたくなるもんね当然女性からも「うん、ちょっと触ってもいいうん、うん、筋肉すごいね」うん、といった会話から自然とボディタッチの流れになることが多いですまあ,あいつらそれをモチベーションに筋トレしてるんだからね特に脱いだら実はすごい腹筋バキバキに割れてるようなタイプの人よりも、うん。 服の上からでもわかるような太い腕や首、厚い胸板を持ってるような男性はよりボディタッチされやすいといえます。あと、でかいお尻。 ボディタッチをされやすい男性の特徴三つ目は、イケメン。イケメン、クソが。ちょっと気をつけてくださいね。失礼しました。ただこれは、ただあまりに容姿が整っていると、逆にね、私なんかが、と気が引けてしまう女性も少なくありません。容姿が良すぎると、うん、逆にハードルが高くなると。しかし、うん、お酒の席とか気持ちが開放的になっているような時は、その場の雰囲気とノリや勢いで、うん、いつもの倍はボディタッチされやすくなります。倍普段の反動でね。結局イケメンは僕らの敵でしかありません。 ということでボディタッチをされやすい男性の特徴6つのうちまず3つご紹介させていただいたわけなんですけれどもはいはい清潔感がたいのいい人イケメンねこの3つはどちらかというとこう外転的まあそうですよね分かりやすいしまあパッと見て分かるところですよねそうですよね残り3つは内面的要素内面的要素じゃあ特に僕らでもこう変われるというかなれる可能性があるっていうことですかねその通りでございますいいじゃないですかお願いしますねはい ボディタッチをされやすい男性の特徴四つ目は、誰にでも優しい人。誰にでも優しい人がボディタッチをされやすい。ボディタッチする側の感情として、うん、触ったら怒られそうと感じさせる人には自践してしまうもの。まあ、それは確かにね。その点、誰にでも優しい人には怒ることはないだろうと思えるので、気軽にボディタッチできます。あ、だから太ってる人は触られやすいんだろうね。ただしですね。ただし誰にでも優しい人に対してのボディタッチは、恋愛感情を抜き 好意意的な気持ちのの場合が多いいで注意してください、うん、男としてではない可能性が高いとそういうことですまあいいかあよくないかボディタッチをされやすい男性の特徴5個目は下心がなさそうな人下心がなさそうな人ボディタッチされやすいとすぐに下心を持ちそうな人などには気軽にボディタッチできませんそそそうなのかなうなななののか点純粋人には ボディタッチししたくららいいいでやましい気持ちはならないと安心感から体に触れやすい面がありますそう見えるやつが一番危ないんだからまた異性慣れしてない人なんかは、うん、ちょっとボディタッチするだけで、まあ、恥ずかしがったりねあたふたしたりする場合がありますリアクションがわからない時あるよねそんな姿が面白くってボディタッチするケースもあるようですよバレてるのかあれはまあ嬉しい誤算ですボディタッチをされやすい男性の特徴最後6個目はよくボディタッチをしている男性よくボディタッチをしてる男性日頃から自分に 対してボディタッチしてくる男性には自分からもボディタッチしやすいと考える女性もいます好循環の極みだね特に僕らくらいの年代の男性はボディタッチに慎重になりますよねそうセクハラというボーダーラインがすぐそこに見えてるからねだからこそボディタッチが気軽にできる男性は、ま、リスクはありますが希少性も高いわけですよなるほどね周りがやらないからね、うん、そういうことだますでもなかなか難しいよこっちから触るっていうのは、ね、まあまあまあ難しいんですけれども、うん、じゃあ後半3つで言うと 誰にでも優しい人それと下心がなさそうな人、うん、よくボディタッチをしてる人。そうですねな<ー>、うん、れるっちゃなれるかもしれないけど。なれるでしょ。う まあでもよくボディタッチするって本当リスクがあるからこちら側からするとねトライしないといけないということかねまあボディタッチへの誘い水だねボディタッチへの誘い水うんマッチョになることとか誰でも優しいまあそうだね誘い水としてね全然しても何にも害はないよっていうとこですからそうだそうだそうだそうかそうだねまあじゃあ後半ね僕の方からそうだな見分け方見分け方うんどうですか 方について、ちょっとね、お話をさせてもらおうかなと思ってるんですけど。見分け方。はい。どういうこと?。いや、要はボディタッチを。された時の見分け方です。女性の見分け方です。その。好きかどうか。あ、皆まで言うな皆まで言うの。皆まで言うそこ言った方がいいんじゃない?。うん。うん。うん。何の見分け方かなってなっちゃうから。うん。まあ。いいですか?。いきます。はい。毎日。鏡を磨いてる。 あ、すごい。いいらしいですよ。風水的に。光るものをちゃんと光るようにしておくことはね、運気が上がるみたいですよ。風水的に。まあ、お風呂とかね、水垢ついちゃいますからね。綺麗にしておきましょうね。本日はダボダボとパツパツ、どちらが人気というテーマで。違いますね。なんだそれ。何あ、パツ。 スパツそこじゃない根本が違う。あ、ボディタッチでしたね。何ボディタッチボディタッチ、それです。それです。これは鉄あれ。失礼ね。くだらねえよ、それ。びっくりした。チキンさんは、あれですかその、ボディタッチとかは、されたことはあるタイプの方ですかまあもちろん、ね、有料入れたら、それ何度でも。ああ。無料無料は無料はあ、無料、え、無料はいやいやいや、まあ有料入れたら、まあそれは何度でも。ああ、そうですか。それはいつも見分けはついてますか見分け 気というのはそれはもちろんね、うん、その友達としてなのか異性としてなのかまあつまり恋愛対象としてそのボディタッチが脈ありなのか脈なしなのかということですいやちょっとわからないですねそれはその悶々とした感情でお酒飲みますねじゃあもしその見分け方僕が教えてあげますよって言ったらどうしますかとりあえず先望の眼差しはしますね実はね、うん、見分け方まあ誰にでも見分けられる方法あるんですよ、うん、それはぜひ知りたいですよじゃあ1個だけ条件いいですかもし教えて OK。あげるなら。教えてもいいんですけど、一個だけ。はい、チャンネル登録だけお願いします。あ、そうね。まあ、タキもこう言ってますんで、うん、皆さんもぜひね、チャンネル登録だけでもお願いしますね。うん、じゃあ、早速、ボディタッチへ脈ありか脈なしかを見分ける方法をお伝えして差し上げたいと思います。うん、よろしくお願いします。 では行きますボディータッチの判断材料1つ目時間の長さ時間の長さ脈ありの可能性が高いボディータッチは触れている時間が長くなりがちですあそうなんですね歩いている時に手をつないだり腕を組んだりとか<お>ご褒美じゃん飲み会の席で隣に座っている時に手とか膝がずっと触ってるとかねそれは有料だろ接触している時間が長い場合は脈ありのボディータッチである可能性が高いと言えるでしょう延長料金払いたいくらいだもんねしかし男から女性にしているのは単純に下心の場合 も大いにありえますので女性の皆さんは注意が必要ですそ、そんなことないですよ ボディタッチの判断材料二つ目、掴むかどうか。掴むかどうか。軽く触れる程度のボディタッチは特に意味のないケースも多いんですね。うん、残念です。脈割りなしの判断までするのは少し困難を極めます。高い山だね。しかし脈割りと感じさせるボディタッチは一つとして、うん、ギュッと掴む触り方は女性側も意識して触ってる場合が多いでしょう。強く握ってそのまま引きちぎってほしいよね。ボディタッチの判断材料三つ目、はい、顔を見てくるか。顔を見てくるか。顔を見つめ ながらボディタッチをしてくるときは、うん、自分は今あなたの体に触れてるよという意思表示の気持ちが強いものです興奮するねまた反応を見てる場合もあります余計興奮するねこれはほぼ間違いなく自分は好意があるという気持ちを込めてのボディタッチです最高だね手を握ってニッコリ見つめてきたりいい、ね、腕を組んできて恥ずかしそうに見つめてきたりクモこちらの顔を笑顔で見ながらお腹をツンツンしてきたりもうすぐツンツンしちゃうぞこれは脈ありじゃない場合はもう女性側に 責任があります夢をくれてるんだからいいじゃないか何でも。という3つなんですけれども時間の長さ掴んでくるかどうかそしてボディタッチをしてるとき顔を見てくるかどうかですねこれをちょっと判断材料としてね見分けてほしいわけなんですけど聞くとねいやそんなことだろうって思うかもしれないけど実際の現場になったときにそこの見極めは重要になってきますね重要ですうんどうするつかまれたらいや引きちぎってほしいよねうん 引きちぎってほしい。うん。まえたことないけどね。え、もしだけ経験的には。うん。この、自分の大胸筋とか掴まれたらさ。え、じゃ、じゃ、ちょっと、ちょっと、ちむってそういうことそうそうそう。服とか掴むとかじゃなくて、そんな筋肉に触る。耳とか掴んできたらさ。あ、触るで掴むってどういうこと耳を。耳を触る。耳たぶし。いや、法一になっちゃうよ、それだから。うん。そんなことない。いやいや、いや、じゃ、例えで言っただけだからさ。でもさ、本当さ、ボディータッチ屋さんっていうお店を出してほしいぐらいだよね。 ボディタッチ屋さん何それボディタッチ屋さん何ですかそれどういうお店なんですかボディタッチをしてくれるのよ。あ、なんかもう、ちょっとあるんじゃないのあるかなうん。いやもうそれ以上のこともしてくれるよ。だってその。いやでもボディタッチ屋さんでいいんだよな。え、どういうことボディタッチいくらみたいな。ワンタッチいくらみたいな。なんかさ、別にそのマッサージとか。そうそう、あるじゃん。うん。あとは、その夜の方のキャバクラとガールズバーとか、そういうのはもう全然いいのよ。 ボディタッチ屋さんっていうのを出してほしい。どういうシステムなのそれだから。お店入って。うんうん、待ってんの立って、座って。そうなんか、すると今日はどこ触ってほしいですかみたいな。<laughs> 右の二の腕でお願いしますみたいな。おぉ。そうそうそう。感想を述べながらってことそうそうそう。あじゃあ失礼しますって。すごい、そ済むうん。いや、まあ安けりゃいいけどさ、1000円とか。そうだね。大体それぐらいでも。あ、そんな、あそっか。十五15分1000円ぐらいで。ああ、耳かきみたいなやつだ。まあ耳かきみたいなやつか。でもなんか俺悪くないと思うけどな。二の、そうどっちになるかだよね。運営法の方になるのか。そうだね。いやいや、だからその、あれじゃないのかな。気があるかないかぐらいのボディッチされ具合がいいんじゃない それはプロだから相手もそれぐらいはするのよボディタッチはするんだけどその時にえあれ普通に男として僕好かれ仕事だけどもしかしたら私好きになっちゃってるかもしれないみたいな感を出してくれるプロだねどうこのビジネスいいねやろうその気持ちは大事だねやろうやろう結論いいですかボディタッチをされやすい男性の特徴は清潔感がある人がたいのいい人イケメン そして誰にでも優しい人、下心が見えない人、よくボディータッチをしている人ということでしたもし女性に無料で触ってもらいたければこの6の条件に当てはまる男にならなければいけないということですもっともっと精進しましょう犬好きの女性、お年寄りを大切にする女性、食べ方がきれいな女性に悪い人はいませんなぜボディータッチが上手い女性も悪い人には思えないのでしょうか何度裏切られてもどうしても憎めない